出してビットが見づらくなるとこっちに来るんですわ。いい迷惑ですな。明日マッスルコロシアムでなんやイベントやるみたいですね。もしかしてディオいるかも。行ってみよう。マッスルコロシアムに参戦を募集にて。なんやろ、様子が変やな。ん？いや、勇敢なる若者たちよ。元気そうで何よりだ。どうしたんだ？いや、タークスってのは強いんだな。細いから侮ったよ。もう若ないんやから少し控えんと。ところでディオハン、キーストーン知ってますよね？以前はあんたが持っていたはずだ。俺たちはそのキーストーンの行方を知りたい。キーストーンは今も私が持っている。私セトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね。権利の主張か。そうか、なるほど。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのなら喜んでキーストーンをお返ししましょう。ただし条件付きでね。コロシアムスペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団 VS コルネオファミリー。私の軍団が負けるとここはコルネオランドになってしまうんだ。マッスル諸君、今日も元気に鍛えているか。まだまだ上がってこいや。しかしこの通り、私はこのありさま、もはやこれまでかと途方に暮れていたら君たちが現れた。ザ・運命、すなわちディスティニー。どうかね、ディオ軍団としてコルネオファミリーと戦ってくれないか。私やる。報酬はキーストーン。いいな。もちろん、約束だ。引き受けよう。契約成立だ。それでは今宵は我がホテルでゆっくりと休んで英気を養ってくれたまえ。ほら、僕皆さんにお伝えしときます。
今夜はお休みになられますか。ご健闘を墓場の陰でお祈りしております。作れるんですか？わからないよ。でもやってみたいって思ったの。チャレンジャーでな。感心感心。はい。エアリスは後で私がやるからね。了解。エアリスはよく寝るよな。その方がいいの。え、なんで？だってクラウドがまだ病気だから。ザックス、クラウドを早く治してお願い。俺だってそうしたいけど。あ、でもクラウドが病気だからエアリスは寝てた方がいいってどういうこと？来たらお姉ちゃん死んじゃうの。ごめんマリン、全然わかんない。誰にも言わない？お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃうの。クラウドが助けようとするけど間に合わないの。もう少しなのに間に合わないの。お姉ちゃんは大好きなクラウドが来てくれてとっても嬉しいんだけど、でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治してお姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリン、その話は夢？うん、夢じゃないよ。そっか。本当だよ。分かってるって。こんな世界だからな、何でも信じるよ。うん。でマリン、質問なんだけど、その怖い人って誰？どんな人？
髪が長くて銀色なの。ザックス、見てごらん。花が咲いてるよ。ほんとだ。エアリスはこの花が大好きなんだ。あの子、目を覚ますのかもね。そうだといいな。あのさ、ちょっと出かけてくるよ。クラウドのこと相談しに行く。そんな人がいるのかい？お医者さんかい？まあそんなとこ。遅くなるんじゃないよ。あんたがいることが当たり前になってね。いないと不安になる。分かったよ。バイクで行くからすぐだ。じゃあエアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めてもどこへも行かせないで。どうだろうね。あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。何が何でも引き止めて。うん。あなたに言われたことを考えた。あれからずっと考えていた。夢と希望、俺が生き延びた意味。そして分かった。やっぱり俺はアバランチだ。もう残り時間は少ない。今日の夕方決行。6番魔航路からできるだけ離れてくれ。会えてよかった、リッグス。違うって、違うだろう。エルミナ、大変だ。寝てた？いや、枕の跡がついてる。うん、寝てた。気分転換にお芝居でもどう？ラブレスやってるんだって。チケットあるんだけど。いいな。その後ゴンドラもどうかな。前回は乗りそびれたからな。うん、今度こそ。
下へ参ります。いってらっしゃいませ。感激のお客様ですか？ご自分で歌われますか？え？Thank you.
ジェシー、綺麗だったね。ああ、世界一の女優だ。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこの世に囚われの身でございます。我が剣よ、共に舞い踊ろべきか、とどまるべきか。今こそ鎖を断ち切り、飛び立とう。出せ、我が剣は復讐のためにある。お示しかな。慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。オイラはバルバドス様の相棒ジゴ。ドラゴンの方向におののくがよ。
なんとも艶やかで美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう、勇者アルフリード。私はしがない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ざれ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいする見事な剣舞。これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して、ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道化も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び、足を踏み出すのです。女神の祝福を。
翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。アルフリード、ありがとう。世界を救ってくれて本当に英雄みたいだった。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be chance?
エアリス、最高だったね。私の友達だよってみんなに自慢したくなっちゃう。ティファの歌もいつか聴かせてくれ。え？本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。まだ時間あるね。ゴンドラも乗っちゃう？本日の特別公演、お楽しみいただけましたでしょうか。本公演のチケットをお持ちのお客様は、この後スカイホイールスクエアのゴンドラにもご乗車いただけます。どうぞゴールドソーサーの星空の旅をお楽しみください。ご希望のお客様は行き先を教えてほしいと。それでは見るとすごいね。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。話したのか？ん？
リス、あのね、クラウド、ザックスのこと思い出したみたい。5年前のザックス。え？まだだよ。そうか、まだ好きなのかな、エアリスはザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか、いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。そろそろ戻ろっか。ああ。確実というわけではない。古代種の神殿こそが約束の地である。その説は昔から根強くあった、古代種が行こうとしてるんだし、絶対そうですよ。泳がせて正解でしたね。キーストーンは本日行われる特別興行の賞品になるようです。いかがされますか。方法は考えてやる。勝つのは俺たちだ。Let's go!
様、残りわずかとなっています。安全をご希望のお客様はお早めにお買い求めください。チケットが